はい、皆さんおはようございます。トリクマです。私は今アメリカヒューストン国際空港に来ています。今回の動画はですね、ここヒューストンからロサンゼルスを経由してカナダのバンクーバーへ向かいます。利用する航空会社はユナイテッド航空のエコノミークラスです。それではですね、早速チェックインの方を進めていきたいと思います。搭乗するのはターミナルの E なんですけれども、ターミナル C で多分チェックインができるんじゃないかなということで今こちらの方に来ています。ちょっと機械でのチェックインをやってみましょうか。日本語でもこういう風にねできるので、ちょっとやってみたいと思います。はい、機械でのチェックインが完了しました。機械でのチェックインでも結局カナダに入国するためのですね、QR コードアライブキャンだったかな、アライブキャンっていうのが必要なのと、ワクチンパスポートですね、これが必要になりました。でそれを係員に見せて全部チェックをしてもらって、結局有人のカウンターとしてですね、それでバゲージドロップですね、荷物をここのカウンターに預けてですね、バゲージクレームのタグももらって、チケットももらって、チケットもですね、もう本当に薄い紙のこうペラペラのやつなんですよね。日本みたいにちょっと厚手の紙じゃなくてペラペラの紙がユナイテッドでは出てきます。それじゃですね、チェックインがこれで完了ですね。荷物の預けも終わったので、セキュリティチェックですね、そちらに行きたいと思います。搭乗するターミナルは E なんですけれども、ここでですね、まとめてセキュリティチェックができそうなので、こちらから向かいます。じゃあで、ここから先ちょっと保安検査になりますので、一旦撮影の方を止めさせていただきます。はい、保安検査を抜けました。これからですね、今ターミナル C というところで、チェックインと保安検査をやったんですけども、確かですね、ターミナル E だったと思います。で行き先の案内板を今見せているんですけれども、アメリカの国内線ですね、アメリカの空港というのは行き先がアルファベット順になっています。普通のこういう行き先の案内板って時間別になっていると思うんですけれども、行き先がですね、こういうふうにアルファベット順になってます。ロサンゼルス、カリフォルニア、9時50分、午前9時50分発、1883便、E の5番ゲートですね。で、E のオールゲートはもう左というふうにここに出てますので、こちらの方、E ターミナルですね。E ターミナル、E の5番ゲートの方に進んでいきたいと思います。それで基本的にはですね、アメリカっていうのは、出国審査がないんですね。今回まだ国内線ですからどの道ないとは思うんですけれども、アメリカから出国する場合っていうのは基本的に出国審査はありません。入国がそういうふうに厳しいっていうのはあるんですけれども、ですので、保安検査も厳しいですけれども、保安検査をやれば基本的な飛行機に乗れるという感じです。やっぱり空港内にこそスタバはありますね。E ターミナルに入ってきた感じですね。で E の5番はここですね、ここを右に行ったところなんですけども、その上にですね、ユナイテッドクラブ、ユナイテッドポライスラウンジというふうにあるので、ラウンジですね、ユナイテッドクラブっていうのがビジネスラウンジ、ユナイテッドポライスラウンジっていうのはファーストラウンジみたいな感じですかね。ですのでちょっとそちらの方に行ってみたいと思います。じゃあここですね、ここだったら多分入れると思います。ユナイテッドクラブですね、スターアライアンスのゴールドメンバー ANA の SFC で入りたいと思います。はい、もうチケットにですね ANA の番号ですね、これが入力してあるので、スターアライアンスゴールドとして認識されて、今回乗るのはエコノミーなんですけれども、ちゃんとこういうふうにラウンジに入ることができます。はい、はい、ラウンジはどんな感じですかね。コーヒーマシンとシリアルなんかもありますね。あとお水とジュースもある。結構いろいろありますね。トルティーヤ、スクランブルエッグ、あとチーズなんかもある。ベーグルを焼いて食べたいとこですね。はい、ではラウンジの方を出ました。それではですね、これから搭乗口ですね、ボーディングまであと10分、ボーディングタイムまであと10分です。E の5番ですね、搭乗口の方に向かいたいと思います。ラウンジで休んでる間に、今もうすぐ9時なんですけども、だいぶ人が増えましたね。はい、搭乗口到着しました。搭乗機材ロサンゼルスまではボーイング777-200ですね、国際線で日本にも入ってたような機材になります。搭乗クラスはエコノミーの一番後ろのシートですね。搭乗始まりました。まず車椅子とかの
優先搭乗ですね、車椅子とかの優先搭乗の後にアメリカの国内線なんかは軍人さんですね、ミリタリー軍人さんが先に乗ります。その後グループ 1,2 と続きます。モーニング。 Thank you。 はい、搭乗口通過しました。ここヒューストンからロサンゼルスへ、ユナイテッド航空のボーイング777-200に搭乗いたします。搭乗クラスはエコノミークラス、シートがですね51-A ということで、確かほぼほぼ一番後ろだったような気がします。それではですね、機内の方に進んでいきたいと思います。 Hi, good morning. Thank you. 搭乗クラスはエコノミーですね。このように3-4-3のシート配列になっています。結構ギチギチの詰め込みシート配列ですね。ただですね、私の予約している51ってのはもうここ一番後ろで、このように2席仕様なんですね。ただここにはちょっと荷物は入れられないので、もう足下に置くしかないですね。はい、それではですね、シートの紹介の方に行きたいと思います。この機材はですね、国際線仕様というか、日本にも飛来していたことがあるというか、多分まだ今でも飛んできていると思うんですけれども、国際線でね、どんどん長距離でも使われるような機材ですので、こういった国際線の基準になっています。目の前にこのようにモニターがありまして、テーブルはこんな感じですね、スライド式になっております。はい、それとですね、この中に入っているもの、まずこれは昨日も見ましたけど機内紙ですね。それとユナイテッドのカードの案内、それとエチケット袋と機内安全の書類が入っております。機内安全の書類はこんな感じですね。機材はボーイング777-200です。ちょっと機内アナウンスをかぶってますけど、このまま続けます。機内安全の書類はこんな感じですね。でシートの前とのシートは拳2個分ぐらいですね。比較的余裕がありますけども、ちょっとここにレールがあって、荷物はちょっと、ね、ちょっと窮屈な感じになってますけども、足も比較的伸ばせるんじゃないかなという、そんな感じですね。シートピッチを横から見るとこんな感じです。狭くもなく、そんなにバカみたいに広いというわけではない、まあ、いわゆる普通って感じですね。でこの足元にはですね、ここにちょっと光っているのが見えていると思いますけれども、ここマルチのコンセントが1個ついてます。で2個ついてないんですよね。なので2人で1つとか、真ん中の席を見ても真ん中が4列なんですけれども、コンセントの光はちょっと2つしか見えないんで、やっぱり2人で1つを共用するようなコンセントとなっています。窓の外も見てみましょう。窓の外はですね、翼が見えますかね、こんな感じです。まあ、一番後ろの席ですね、ボーイング777-200、多分ね、エンジンはフラップ&ホイットニーなのかな、だからしばらく休んでた機材だと思うんですよね。ANA もそうですけれども、フラップ&ホイットニーエンジンのトリプルは運行が停止されてましたかね。それがまあ一応回収されて、一応まあこういう風に復活してる、そんな感じだと思います。はい、それではですね、一番後ろの席ですね、もう後ろがこういう風に壁になってます。シートのね、この頭の枕のところはこういう風にサイドがね、こう立ち上がるような感じで、一応ねこの上下のスライドもしますね。よいしょ、こんな感じです。ロサンゼルスまで確か3時間ちょうどぐらい、3時間弱ぐらいだったかな、のフライトになると思います。それでは出発までもう少し待ちたいと思います。はい、プッシュバックが開始されてました。時刻は9時50分ですね、帝国ぴったりの出発になります。それではここヒューストンから、カリフォルニアロサンゼルスへ向かいます。
はい、というわけでですね、ロサンゼルス空港に到着いたしました。ヒューストンからここロサンゼルスまで、飛行時間は3時間32分です。ただですね、時差が2時間ありますので、アメリカ国内でも、ね、時差ありますので、時差が2時間ありまして、現在の時刻は11時14分になりますね。はい、というわけでですね、次はですね、ここは目的地ではなくて乗り継ぎ地になります。次の目的地、今回の旅の最後の街になりますね、カナダのバンクーバーになります。はい、時刻は今11時22分ですね。次の搭乗ゲートは80番だったかな。時間がありますので、ラウンジですね、ラウンジに行きたいと思います。あ、いきなりあった、ユナイテッドクラブと大きな文字が書かれています。そちらの方に進んでいきたいと思います。はい、これだけね、ラウンジが大きいとっていうか大きく書かれてると分かりやすいですね。それでは、ラウンジ中入っていきたいと思います。ここ、あ、なんかちょっと並んでるな、混んでるのかな。はい、ラウンジのレセプション通りました。ここもですね、SFC ですね、 ANA の SFC 上級会員の資格を持っていればですね、アライアンスですね、スターアライアンスのゴールドという資格が与えられますので、同じスターアライアンスのユナイテッド航空のね、ユナイテッドクラブというラウンジにも入ることができます。次のボーディングはですね、12時35分だったかな。で、今11時28分ですので、まだまだ時間はある、そんな感じですね。ちょっとね、席を探しながらこのラウンジがどのぐらい広いのかを見ていこうって感じですね。まだ奥がすごいな。ちょっとこの奥にしましょうか。あ、ロサンゼルス空港の象徴みたいなね、あのオブジェの真ん中のタワーというかあれがありますね。こういうふうに真ん中にバーもあって、お酒も置けそうですね。バーテンさんがいますから。すごいな、これテラスがありますよ。テラスのあるね、ラウンジってすごい少ないんですよね。アムステルダムとアロスもあったんだね。今気温が24度、上から日差しが当たるとちょっと暑いかなっていう、そんな感じですね。こういうふうに、ね、ちょっと暑いんで中入りますけども、あ、でもちょっとね、気持ちいいですね、外の風に当たれて。はい、そんな感じです。ラウンジの全体こんな感じなの、かなり広いですね。はい、取ってきました。結構ね、サラダが充実したんで、してたんで、海外行くと野菜が不足するんで、どうしてもね、ちょっとここで少しでも補っておこうと思います。ちょっとこういう麺も持ってきましたけどね。はい、こんな感じでいただきます。はい、そしたらですね、バンクーバー行きですね、1時18分ユナイテッド608便、これですね、ゲート81番そちらに向かいたいと思います。はい、それじゃあですね、ロサンゼルス空港のユナイテッドのラウンジ、ユナイテッドクラブを出て、搭乗口81番に向かいたいと思います。次の目的地はカナダ、バンクーバーです。はい、搭乗しました。こちら、アメリカのロサンゼルスから、カナダのバンクーバーへ向かいます。搭乗を、利用する航空会社はユナイテッド航空です。搭乗クラスはエコノミーで、シートがですね、38の F、 右側の窓側になるのかな、多分窓側だと思います。それでは、機内進んでいきたいと思います。搭乗機材はですね、ボーイング737-900だと思いますね。はい、ありがとう。いやいや、グー。まずここはファーストクラスですね。22のシート配列で、エコノミーはここから奥ですね。38の F、 あ、やっぱり窓側だな。38、結構後ろですね。はい、38は後ろから2列目でしたね。こんな感じです。シートピッチャーで横から見るとこういった感じですね。はい、後ろの方に行くとですね、上の荷物入れが使えないことが多いんですよね。まあ、
大きなスーツケースはね、持ち込みもできるんですけども、それは預けちゃってるので、問題ないんですけれども、ちっちゃな、ね、スーツケースとか持ってる人はあんまり後ろを座席指定しない方がいいかもしれないですよね。こういうふうに飛行機の装備に必要な機材とかが、この37から後ろかなには多分ね、あるんで、ここもそうですよ。自分の上もね、やっぱりこう入れられないようになってるので、ちょっと見せましょうか。こういうものがね入ってたりするんで、荷物は入れられないんですよね。なので荷物入れたい人はもうちょっと前をね座席指定するといいかと思います。はい、じゃあそれではですね、座席の方なんですけど、まず前から見ていきましょう。まずこちらですね、機内安全のしおり、搭乗機材ボーイング 737-800/900とあります。これは多分ダッシュ900だと思いますね。で、こちらが機内費ですね。それとチケット袋が入っています。テーブルはですね、標準的なサイズですね。こうやってスライドもできます。はい、で下にも一応こういう小さなポケットがあって、搭乗時にですね、こういったアルコールの、ワイプですね、消毒のワイプを一応配っていますね。拳は2個はちょっと入んないかな、そんなに広くない、そんな感じですね。で下にちょっと荷物をカバンを置いているので、ちょっと窮屈な感じがしますね。はい、機内の方登場しました。カナダのバンクーバーまでは約3時間弱のフライト、意外にありましたね。2時間ぐらいだと思ってたんですけども、今調べたら3時間2時間58分というふうに出てましたので、ほぼ3時間というそういうフライトになっています。ちょっと今まだね優先登場したので、お隣はとかねそっちの方全然いませんが、今前から続々と来て、おそらくね満席近くになる、そういったフライトになると思います。今回のね旅行の最後の目的地というか最後の街になりますので、この次はこのユナイテッドがねここまでになりますので、最後のフライトになります。ユナイテッド最後のフライトになりますね。そこもちょっと楽しんでいきたいと思います。それでは行ってきます。今回からですね、アップルのエアタグをちょっとね使ってみようと思って、スーツケースに預け荷物の中に入れてあるんですよね。今のところ、ね、ほぼ自分と同じ位置にいるんで、スーツケースは無事にこの飛行機に搭載されているってことが分かりますね。ちょっとね別々になってたらもうこの時点でドキドキしなきゃいけないっていうのはデメリットありますけども、一応先に安心はできそうですね。そんな感じですね。はい、プッシュバック始まりました。時刻は13時18分、帝国でのお仕事です。The local time is 4:08.
バンクーバー空港、カナダのバンクーバー空港に到着しました。時刻は16時32分ですね。3時間ぐらいのフライトだったかな、そのぐらいだったと思います。これからですね、バンクーバーカナダの方に入国していきたいと思います。はい、こんな感じの空港になっております。はい、イミグレーションに向かいます。アライバルですね、こちらの方に進んでいきます。このエスカレーターを降りるともう入国審査ですね、イミグレーションになります。それではここで一旦動画の方を切らせていただきます。はい、イミグレーション通過しました。今時刻は16時44分ですね。機械に入ってから11分ですね。機械です、無人の機械でまずパスポートを読み込ませて、その前に電子ビザですね、 ETA だったかなっていうのも登録しているので、パスポートを読み込むとそれで基本的な情報はもう中に入っているんで、あとはですね、あと税関申告ですね、申告するものがあるかないか、そういったものを機械でやって、プリントアウトした紙とパスポートを持ってイミグレーションの、入国審査官のところに行きます。でそれで簡単なチェック、今日はどこから来たのか、この場合は、本当は、ヒューストンと答えるべきだったんですけども、今着いた便のロサンゼルスと答えてしまいましたけど、それでも全く問題はありません。で、滞在は2日、明日にはですね、日本に帰るということを伝えて、全く問題なく入国審査は完了です。で今ですね、この今はですね、今乗ってきた便の、荷物の、受け取りのベルトになっています。あ、もう自分の来ましたね、見えてる。はい、じゃあこれを受け取って、それで入国ということになります。こんな感じでですね、スーツケース受け取りました。そしたら空港の外へ出たいと、途中税関もありますけども、確かこのね、プリントされた紙を渡すだけだったかな、だったと思います。それではですね、ちょっと外に出たいと思います。はい、税関のチェックというかですね、先ほどプリントされた、紙ですね、税関申告書、これを手渡して終わりですね。はい、これでもう入国になります。ですね、今回は、市内の中心部まで行かずにですね、空港近くのホテルを取っております。そこで一泊して明日日本へ向かうわけなんですけれども、その空港へのシャトルが多分ねあるはずですので、今回はマリオット、それのバスをまず探したいと思います。はい、カナダのインターナショナルの出口はこんな感じですね。はい、ホテルのピックアップを探しているのですが、これは違うな、ひょっとしたら上かな、それっぽいものがないですよね。はい、出発会に上がっていました。でインフォメーションで今ちょっと話を聞いてみたら、今日の ホテルのシャトルバスですね、これはなんかそこの表を出たところらしいですね。ちょっと外に出てみましょう。多分ここで合ってると思うんですよね。ちょっとここで待っててみましょうか。はい、マリオットとシェラトン、あ、ヒルトンもなんだ。バス来ました。はい、バス乗ります。はい、ホテルの方をチェックインしました。今回はですね、マリオットですね、17階ということで、マリオットのシェラトンとマリオットとヒルトンがあるんですね、このブロックに。で、シャトルバスはその3つを回るんですけども、今回はその中のマリオットの方に宿泊させていただきます。17階の03ですね。はい、それではですね、今回、バンクーバーで1泊します。バンクーバーエアポートマリオットホテル、こちらのお部屋紹介したいと思います。お部屋は17階ですね。クイーンだったかな、なんかそんなルームだったと思います。入って左側はですね、こんな感じでトイレとバスタブですね、バスタブというかシャワーですね、ハンドシャワーとレインシャワーがありますね。こちらが
シャンプー、コンディショナー、シャワージェルというふうになっています。こちらの洗面台の方にはですね、石鹸とこれは多分ローションかなですね、があります。はい、じゃあこちらベッドルームの方に戻ってきまして、これから行きましょうかね。これがコーヒーマシン、エスプレッソですね。そのポーションとカップとミルクとかですね。これはアイスペールかなとグラス。ここの下はやっぱそうですね、冷蔵庫があるんですが、これは何も入ってない。で、冷蔵庫は特に何も入ってないですね。でこちら荷物置き場になってて、ここにセーフティーボックスがここにありますね。この下は何もないです。これはクローゼットですね。これはなんだ、また予備の寝具かな。アイロン台とアイロン、それとハンガーがかかっていますね。はい、ベッドはこんな感じ。あ、クイーンサイズですね、やっぱり。で、ベッドサイドはですね、このようにコンセント2つ、USB も2つあります。そしてですね、反対側も同じですね。反対側のベッドサイドも同じような感じになっています。で、窓から見えるのが、ちょっと今逆光になっちゃうかな。目の前がシェラトンですね。で、空港はこのね、もうちょっと右の方になるんで、ちょっと空港までは見えない、そんな感じですね。ここにデスクがあって、デスクの正面にもこのコンセントがあるのは使いやすいですね。で、それとポットと電子レンジってのはね、ちょっと珍しいかもしれません。はい、で、通常だとここでお部屋紹介終わるんですけれども、この扉、まあ、普通だったらコネクティングルームだと思って、まああんま触んないんですけども、ちょっと開けてみたらですね、開いちゃうんですよね。で、何があるかっていうと、ベランダ、バルコニーですね。はい、こんな感じです。はい、こんな感じでですね、かなりいいですね。コーナーになるのかな。こんな感じの眺めですね。いや、すごく気持ちいいです。で、今カナダのですね、気温が今手元にあるので見ると19度となっています。かなり、過ごしやすいというか、若干風は冷たいかな、そんな感じなんですけども、直接日差しを浴びると非常に暑い、そんな感じになっています。で、このホテルにはですね、ラウンジもあって、いわゆる夕飯っていうかですね、カクテルタイムもあるようなので、ちょっとこのホテルの中だけでね、今の夕食と朝食が済んじゃうんじゃないかなっていう風な感じをちょっと思っています。まあ足らなかったらですね、またちょっとなんか近くにも飲食店があるようなので、そっちに行ってみてもいいかもしれません。はい、それではですね、バンクーバー、エアポートホテルマリオットですね、そちらの方のお部屋紹介になります。以上です。どうもありがとうございました。はい、それではですね、ラウンジの方で簡単に食事の方させていただきました。まあ、今回はもうこのままで、ホテルの方でゆっくりさせてもらおうかなというふうに思っています。はい、それで明日なんですけど、一泊して明日なんですけれども、いよいよ日本の方に帰ります。明日のお昼の便ですね、 JAL 日本航空で、東京成田へ、帰国いたします。それでですね、もう、今9月半ばなんですけれども、もう私もワクチンを3回打ってまして、陰性証明ですね、 PCR とかの検査も全く必要なく日本に帰ることができます。で、 MySOS のファストトラックなんですけれども、もうここに来る前というかですね、もう日本を出る前からもうこのように青い状態で登録してあるんですね。で、承認もされてるんで全く問題なく、帰れるかと思います。日本に着いてから成田での状況とかもお伝えできればと思いますので、皆様ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。Twitter、Instagram もやっておりますので、そちらの方のフォローとチェックも合わせてお願いいたします。この動画に対するコメント、高評価いただきますと大変励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。